先生、これ新しいツインパワーじゃないですか。ついに俺もハイギアです。うわぁ、 C5000 C5000 軽っ、すげえなぁ。はぁ、全然軽いね、これ。うなぎにもったいなくないですか。いや、まあ、間違いで持ってきてまだまだ何も魚釣ってないから。あーかっけー、うなぎ汁まみれになる C5000。 俺ら C バスやってっからあれなんだけど、糸まで書き上げたいの。いや、地元まで。そうっすね、一応そっちの。すっげえセンシティブ。これは黄色マーク作る。黄色マーク、なんかデロンって出てきたけど、これちょっとあれじゃない、なんか規制かかっちゃうね。バーンされちゃう。カメラコーラあるじゃん。こういうことか。ああ、スルスルスルって入ってくね。天野さんのこれシーラザオ。シーラザオ。みんな思い思いのタックルで。海ホタル動いたように見えたんだけど。海ホタルが動いたよ。ちょっと待ちか。こっちが鳴るんで。手前が鳴るんで。違う？こっちがそうだったんだよ。そっち動いたの見えた、ピンピンって。まあでもうなぎじゃねえな、この止まる感じは。うなぎだったらもう食い込んでジーだよね。いや、流れじゃないかな。どうか、もう飛ばしたからな。先生どうですか、先ほど今チャンスっておっしゃってましたけど。潮目が現れた。現れた潮目が現れた。やっぱ潮目狙うの重要ですか。あれやっぱりミツバキが効いてる感じですか。いや、あんまり効いてない。みんなかかったから試合だ。なんかどっかで今ガリって言ったな。スプレーちっちゃいました。ツインパワーじゃないと釣れない。ツインパワーじゃないと釣れないからね、うなぎね。あれ、あ、今のはそっちの竿だもんだ。あ、そうかそうかそうか。あ、これは、これは餌付けようとしてたらそっちが鳴ったからダッシュして、これを置きっぱで、やばい、持ってったぞ今。うなぎじゃない今ぐらいの引き込みは。そうだな、濁いでかくてもあんな激しい感じでやんないからな。何？ローリングしてる。何？ローリングしてる。うなぎだ。ああ、でかいでかいでかいで。でかい。5P出た、5P出た。でかい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 。やったじゃんこれ。5P だ。しかも超いいとこかかってる。よし。わあ。5P。これこの間スーさん釣ったぐらいじゃないの？スーさんこんぐらいだったでしょ？この間の。うん。この間こんぐらいあった。こんぐらいあったと思う。5P サイズ。あ、これででも250とかそんなもん。いや、200g だね。これで200なんだ。200じゃんじゃねえの？300ない。300はないでしょ。200
250あるかな。300って重箱から半分に切ったのをこう乗せた時に尻尾か、はい、ああなるほど、うん、へえ。使ってるの300だから。はあ。今日いろんな釣り人がこの現場に訪れてますからね。でこのサイズは結構うまいんじゃないかな。これはいいね。あとは個体差だよね。油乗ってる乗ってとか泥臭いとか。これ生かしきって食べてみてえな。ありがとうございます。ありがとうございます。もしかしてツインパワーでの初フィッシュですか。はい、買ったばっかりの初フィッシュがうなぎ。うなぎもうこのツインパワー最新型じゃないと釣れないっていうことでいいんですよね。いやーかっけえなー。お願いします。すごい水巻き、水巻き効いた。いやあんまり。どうですかこの水巻き。いや水巻きはだってあっちも乗せてるもん。水巻きだから。あそうか、俺の03だから。ああ。俺は水巻きじゃないともうダメなんで。もうでも今水巻きだからうなぎ釣れだっていう考え方もありますよね。いかがですか。沖、まあ、沖だね。沖の。確実にこの飛距離が重要だと思うんですけど、どうですか。やっぱり沖の瀬。来た潮目、潮目チャンス。あーなんだ、どうどう、フィッシュフィッシュフィッシュ、来た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 。あこれこれツインパワー、ツインパワー、ニューツインパワーがうなりを上げてますよ。来た、ほんと潮目チャンスだ。どうだ、うらか、なに、なに、なに、え嘘だろ、なに、なんだこれ、違う、なんか濁いだ。ちょ、竿を追んないようにね。あーツインパワーが、ツインパワーがもうスプールエッジいった。嘘だよ、やんじゃあ俺持ってるよ、持ってる。ツインパワーがぐちゃぐちゃに、最新式のツインパワーがジャリジャリになっていくんですけど、うなぎパワー、いや、にごいパワーで、にごいパワー、大丈夫大丈夫っぽい、セーフセーフ。みんなが走ってくる。あのツインパワーゴリゴリ、ゴリゴリ引きずってましたけど大丈夫ですか。まあそんなもん、俺は酷使するもん。もういきなり下ろしたてで傷傷なんですけど大丈夫ですか。大丈夫。なんかスプールエッジとか言ってその気がするんだけどな。大丈夫かな。そんなことないよ。そんなことない。どんまい、天然ミミズ活躍してんね今日。天然ミミズで天然ウナギ。じゃあ、走ったとこ。やばいやばいやばい。入れ食いだ入れ食いだ。ウナギラッシュ入りました。ハラちゃんのはどうか。ウナ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 。入れ食いだ入れ食いだ。怒涛の入れ食い。イエーイ、でかいぞ、またお、なんか増えてって増えてってるよ。ダブルヒット、なんか当たるときは連チャンで当たりますね。あー、やっぱそうなんだ。群れるんですか。いや、多分餌食べる動き自体が同じタイミングなんじゃないですか。はー、すごい溜まってきた。すげー、すごいすごい。どうか、いや、こんな走る、これこれうなぎだと思う。いや絶対うなぎだこれ。全力でいきます。バレんだよ。なんだろう、吉だけ見たいね。間違いなく見たい。もうどうかな。うなりをあげろ。いやいやいや、ガン
うわ、これはあるよ。これあるよ。あるよね。あー、バレたって。マジで、ま、マジで、マジで。なんで、何やってんだよ。昨日からこれなんだよ。ダメなんだよ。信じらんねえ。ダメだ。せっかく絶対今のスケーターの方が見に来てくれたのに。絶対裏切だったんですけどね。いない？いない。ついに本命。来たか。すごいじゃなさそうだ。じゃあうなぎですよ。すごい。来たぞこれ。もう他の馬。あ、バレた。あですよね。でも今ともバレるんですよ。もっともっと強くか。今完璧でしたよね。でもぬるってぬるって。あ、絶対うなぎ、絶対うなぎ、絶対うなぎだ。でかい。連発だね。何かわかる。うなっぽい。わかんねえ。未だにわかんねえな。おお。いや、うなぎっぽいな。あ、うなぎだな。音がダブルスイッシャーだ。おりゃでかい、でかい。あれ、なんか出てきた、なんか出てきた。また出てきた。じゃあゴリ巻き選手権だよ。ゴリ巻き、今回ゴリ巻きだから吹いてます、吹いてます。もうねじれ、ねじれさせねえぞ。よーし。おー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 、うなぎだ。よっしゃ、よっしゃ、よーしゃー。うなうなイエーイ。ありがとう。よしよしよし。ごめんよ。よいしょ。20g。美味しいサイズ。でも全然食えない。イエーイ、美味しいサイズ来ました。あー、やっと釣れた。じゃあ、うなぎを釣れたんで、今日は秋味、いかしていただきます。くださいよ。わあ、こんな秋味と最高でしょう。じゃあおっかな。さあ、お願いします。ほら、どう乗った、乗った、なんか乗った、行ったんじゃない。どうかな、ウナ。いや、ウナじゃないかもしれない。あ、ウナかな。おお、ファーストヒット、スーさん引っ掛けた。2号、2号、2号です。まあ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 、いいんじゃない。来た、これ、ね、モンスターキス、モンキスぶちまがり。ハラちゃんのベイトに来ました。結構引くよこれ。モンスターキスがうなりを上げる。なになに、うなぎ、うなぎ、イエッホー。あ、傷ついちゃって今倒れた。今ただ不注意で倒しただけ。DCMD にこっちは最新のツインパワー。お、綺麗よ。ステラ、ついに MX7 うなりあげましたね。MX7、 MX7 じゃなくても全然だろ。MX7 にモンスタードライブだからという考え方もできますけども、いかがですか。ないね。出たー、このうなぎだから、所詮うなぎだから。でも MX7 で釣ることに意味があるんじゃないですか。これはまあそうだね、怪魚だから。これはあの DC ブレーキのリールを
使っているからなんか変な DC みたいに書いてある T シャツを着てるんですか。まあそうなるんじゃない。でその T シャツの DC とこのモンスタードライブってのはどう意義であるというそういう風に捉えて、まあ、もういいですか。もういいかな。ちょっと餌をつけないで。うるさいよ。何？でかいね。二号。二号だ。でかい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 キャット草ですね。キャットだね。キャット草ですね。キャット草。来ました。これ俺前半に言ってたパターンだろこれ。これ危ない危ない危ない、ね、危ない傾向が。釣り分かってる人間だから笑って済ませてくけど。メンタルやられる状況に今。なんでだよみたいな切り始めちゃうからね。あいないよ。いないか。ちょっと悩ましい時間が続きますね。どうですか。最低だよ。でももう俺は一匹釣ってっから優位に立ってる、ね、優位に立ってる。こっから あ、うん、ハレちゃんのポケットか。みんなだよ気持ち入ってんね。わーまたゴリ巻きでいく。ゴリ巻きでいくよ。ゴリ巻きでで二号とかなんだよねこれ。ちょっと今日の反省点を胸に。あ重くなった。なんだなんだ。うなぎだうなぎだ。いきます。よっラッシュ来たラッシュ来た。うなぎラッシュ来てますよ。よしイエーイ。あきよし。何がどうですか。来た移動直後の。しかも今入れた竿で。来た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 。まあ、釣ってないよね。まあ、釣ってないですね。あっち全然動いてないんで。いやめっちゃ距離あんなこれ。ぶん投げすぎたな。おお。わあ。おやー。いやーでかい。二号。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。二号衣装獲得です。二号衣装ゲットです。なんない。カラー合わせ入れとく？なんか動いてるよ。うん。ん？あスーさんのスーさんの。スーさんポケットスーズややこしい。うん。気持ち入ってるからね。騙されちゃう。動いてるよな感じな。いや一回先っぽ柔らかいんだろうなスーさん。ああやっといた方がいいんじゃない。一応やっとこっか。で餌付け直しなり。どう、なんかいる。なんかいるよ。二号いいかな。釣ってはなさそうだな。メソもう一本とも釣ってんな。最後だけ気をつけて。なんかいる。アメ玉。アメ玉来た。アメ玉か。てってでー。写真撮っとこう。オートクロスしてっかも。いる？ついてる？ついてる。やべえ、ジェア入った、ジェア入った。こんな引く？引くよ。やべえ。ビッグーナだ、ビッグーナ。俺のも当たってんのか。俺とクロスしてんのか、どっちかだ。もう誰、巻き続けちゃっていいか。でかいぞー。おお。やくね。なんだ？なんか魚じゃない？あ、うなぎ。俺もいた、これ、でかかってる。うな？うなぎ。うなだ、うな。うな、来た、来た。うな。もうでかい、でかい、でかい、でかい。でかい、うな。ビッグうな。ビッグうな来たよ、原ちゃん。すごいの来ました。100グラムだし。あ、じゃあ、これが5本で1キロで売り物になるっていう感じ。そうそうそう、これね、ワンセットで。
箱に入るって言ったら変だけど。はい。そう。あ、それでうなぎ屋さんに売られていくんですね。5P ですよ。P サイズ。5P サイズゲット。200グラムサイズ。草だと思う。いや。草で重りが今日は転がっちゃうんだよね。まあ一応ちょっと。よー、なんか食った。なんか食った？なんか食ってるね。いいね。いやでもこれは生ナマズ、いや濁いかな、止まったからな。重そうは重そうだけどな。これでうなぎだったらでかいよ。この状況で来たってのはでかいね。なんかなんとも言えないですね。これなんだろう、草まで絡んでんのかな。草まで絡んだら最後重くなる。うん、か濁い。うなぎだったらでかい。どこまで投げてる。そうそう、ジャブジャブしっから、ジャブジャブしないからちょっとあーやばい。おお、なに、うなぎか、うなぎだ、うなぎだ、うなぎ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 、この時間でうなぎはすごい。バレるなー、すごい。この時間にはありがたいんじゃない。いいサイズよ。ナイスサイズ。きた。お、ついに、ついに、いや、これいいんじゃないですか、いいんじゃないですか、これ。思うだろ。これはいけてるんじゃないですか。こういう日、ダメな日は濁いなんだよ。いやー、これはもう、濁いじゃねっぽいな。うん、でもなんか、竿の振り込み方が、うおー、ついに。初心者？いやいろんな魚種釣ってますから。来たんじゃないですかこれ。来たー、でかいー、やったー、すげーすげーのは、見てこれ、よく撮ってこれ、針のかかってるところ、すげー、ひどくない。いやいや、気持ち入ってますね。当たりでハムハムの最後ぐらいにスパーンって入れたってことですもんね。なかなか狙ってできることじゃない。きたー、すげえな、これ外側にかかってるよ。口から磯目出てるけど。どういうこと？どういうことなんですか？どういうこと、マジでこれ。今日はうなぎ大量でしたよ。また貴重なタンパク源が手に入りました、見てこの巨大ウナギたち、厳選の5ウナギぐらいをキープしてきましたよ。じゃあまたウナギナイトで会いましょう。それでは今日のポイントはこちらになります。ここボコボコ入れ食いポイントなんで、手もボコボコなんで。ここはもう攻めすぎたから、こっちサイドがいいと思うの。僕は今日昼間掘ったよ。あ、掘った。もう体の熱が止まらない。なんかいくらでも場所ありそうだね、このポルトは。いや、案外ここなんすよ、うん、あ、そう、湿ったとこないんだ、ね、この横の似たようなところだと、うん、もう土カチカチで全然掘れないし、結局この落葉大事だよな。はい、ちょっと場所によって微妙に違いますね。あ、いた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 、絶対見逃さないか。結構集まったっすかね。うん、結構集まったんじゃない。50ぐらいいったんじゃん。うん、十分っすよ、多分。そんな買えないんだ。1時2時までは全然余裕で持っちゃう。あ、いた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 、はいよ、はいよ、なくしちゃった。もう一匹いる。なんかいろんな虫が体で詰まってる。やばいな。うわ、うん、とか言っちゃって。なんだその虫。アブアブ。さっきからアブだった蜂とかいるんだ。
普通にハチロスとかいじってる可能性あるんだろうね。ね こんなもんすかね。もう、はいよ。もういいっすね。はい。ちょっと土をぶっ込んでもらって。葉っぱの方がいいで。葉っぱの方がいい。これでいいです。よし、よし、よし。よし。